サワリチャード・チャールズ・ニコラス・ブランソンは、イギリスの実業家。コングロ・マリット・バージングループの創設者で会長を務める。1950年に、ロンドン郊外のサリー、シャムリー・グリーンのアッパーミドルの家庭に生まれた。父親は、法廷弁護士で、母親は、元スチュワーデス。祖父は、サーの称号を持ち、高等法院の裁判官で、数密院のメンバーだった。 幼い頃はディスレクシアに悩まされていたことを公言している。17歳の時にパブリックスクールを中退し、スチューデントという名の雑誌を創刊。その後、趣味で始めた中古レコードの通信販売で成功を収める。1973年にはレコードレーベルバージンレコードを立ち上げ、セックスピストルズやカルチャークラブ、マイクオールドフィールドなどの人気ミュージシャンが所属する。 イギリスを代表するレコードレーベルの一つへと成長させた。後にバージンレコードを EMI に売却したが、V2 レコードを新たに立ち上げ、ロンドンや東京をはじめとする世界各国で音楽ショップ、バージン、メガストアを展開するなど、音楽産業は同グループの中核に位置付けられている。バージンアトランティック航空1984年に、 バージンアトランティック航空を設立。ボーイング747から200のリース機を1機購入し、ロンドンニューヨーク間に就航させる。その後次第に規模を拡大し、1988年には東京路線にも就航した。世界初のエコノミークラスへのシート内蔵テレビの導入や機内でのマッサージサービス、完全に背もたれが倒れるビジネスクラスの導入や、 超大型キエアバス A380 の導入など、斬新なサービスを次々と導入する身軽さを売り物に次第成功を収め、現在はボーイング747から400やエアバス A340 などの最新鋭機材を数十機導入し、香港、シドニー、ロサンゼルスなど世界中の主要都市に就航するまでに成長した。 その後もヨーロッパ圏内の格安航空会社バージン、エキスプレスやオーストラリアの格安航空会社であるバージンブルー、さらにナイジェリア最大の航空会社であるバージンナイジェリアやアメリカに格安航空会社のバージンアメリカを設立する。また航空連合という形での航空業界再編には反対の立場を取るなど、航空業界の風雲児として注目を集め続ける。 ブラウン GP 音楽産業や航空産業での成功をもとに、ヨーロッパ圏内の携帯電話事業への参入や、バージンコーラなどの飲料水事業、バージンシネマズブランドで全世界に展開する映画館、イギリス国鉄民営化時にバージントレーンズやバージンクロスカントリーを設立して参入した、鉄道事業、金融事業などへ次々と参入した。 中には失敗して早期に撤退するものもあったものの、いくつかの事業では、業界の監修を破った新基軸を打ち出すことにより一定の成功を収めており、現在グループ全体で22カ国、2万5000人の従業員を要する規模にまで成長した。2004年には、バージン・ギャラクティックを立ち上げ、宇宙旅行事業にも参入を開始した。2007年から2008年には、 経営危機に陥ったノーザンロック銀行の買収に名乗りを上げて話題を呼んだ。また2005年に日本人ドライバーの佐藤拓馬のスポンサーとなったことを皮切りにフォーミュラ1へのスポンサーを開始し2009年にはイギリスに本拠を置くブラウン GPA スポンサーとして参加した。2010年については新規参戦予定のマノーグランプリへ出資しチーム名を バージンレーシングと変更して、カイ一への関わりを強化する。カイチの2010年シーズン開始前、同じく航空会社であるエアージアを持つ、トニー・フェルナンデスに、コンストラクターズランキングで負けた方が勝ったチーム側の、航空会社のスチュワーデスの制服を着るとの賭けを提案した。結局この賭けは、ブランソンの負けとなり、フェルナンデスから制服が支給された。 2013年5月12日にパース発クアラルンプール行きの便に登場、支給された制服を着て助走し、客室乗務員として勤務した。2012年にチーム名をマルシャ海一チームコンストラクター名はマルシャへ変更になったため、バージンレーシングとしての活動は終了した。近年は飛行機による無着陸世界一周飛行や熱気球での太平洋や、 大西洋横断や世界一周飛行、民間宇宙旅行など、空の冒険へ積極的に参画し、特に1991年に行われた気球での太平洋横断チャレンジの際は、自らが登場者として乗り込むなど、他の大企業の経営者には決して見られないアグレッシブさを持つ。2000年には、事業の成功による雇用創出と外科獲得によるイギリス経済への貢献により、 エリザベス女王より、ナイトの称号を賜る。また、ダイアナ妃など、イギリス王室との親交も多い。2008年のトロント国際映画祭にて、バージンアトランティック航空が、制作協力を行った、映画、007カジノロワイヤルの、マイアミ国際空港のシーンに、同社の航空機と共に、亀を出演している。なお、バージンアトランティック航空の最大のライバルの、 ブリティッシュエアウェイズの機内でこの作品が放映された際には一瞬しか映っていないにもかかわらずこのシーンがカットされている。ロックバンドエクスタシーのジェネラルズメジャーズのビデオクリップにリチャード・ブランソンに告示した人物が軍人役で出演している。エクスタシーはかつてバージングループに属していたバージンレコードと契約していてリチャード・ブランソンはエクスタシーを とても気に入っていたと言われている。その話が本当だとすれば、亀を出演したとしても不思議ではないのだが、真偽のほどは不明。YouTube にも、あれはリチャード・ブランソンではないのかといった投稿が多い。28歳の時にカリブ海にあるイギリス領、バージン諸島の無人島を30万ドルで購入した。無人島に水道、電気を引き、 バリ風の建物を建設し、リゾート地として開拓し、ブランソンの自宅もある。ゲストハウスでは、ラリーページが挙式をしたり、ダイアナ妃や芸能人など、ブランソンの友人たちを招待し、もてなしている。日本人では、宇宙旅行者の稲見のりあき、起業家の畑野正明と、谷本はじめが2度、山崎大地が1度、この島を訪れている。宿泊客に島ごと貸し出しもしているが、 一部屋単位で借りられる時期もある。2017年1月には大統領退任後のバラク・オバマが夫妻で訪ねている。2017年9月、カリブ海諸島に大被害をもたらしたハリケーン・イルマによってネッカーアイランドはべての建物と木が消え完全に跡形もなく破壊されたとブランソンは述べた。ブランソンは島のコンクリート製の地下室に避難していて無事だった。 通信手段はすべて途絶して、衛星電話を介して、イルマによる惨状を伝えた。ありがとうございます。